はい、おはようございます、本日の里芋は、493と一緒に、ちょっと軽く流しに行こうかなと思います。本日の里芋スタートしたいと思います。里芋、はい、皆様改めてこんにちは、今ガソリンを入れて、今493がエアを入れてますね。はい、いや2人とも朝一はエンジンめっちゃかかんなかったけど、かかってしまえばまああとはなんとかって感じですね。はい、ということで今日はランチツーリングに行こうかなと思います。はい、蒲郡の片原にあるヤマメ食堂さんですね。結構有名です。はい、大盛りというか量多めのなんか食べ応えのある料理を出してくれるとこみたいなので行ってみたいと思います。蒲郡の方に南へ向かってます。でいつも国道かなをなんかまっすぐドーンって走るだけなんで、ちょっとその道は飽きたんで街中を走って向かっております。まあでも今日ね天気がめっちゃいいんですよ。しかも風もないし相当暖かいんですよね。今日493後ろにいるからちょっと前に呼んでみよう。なんか久々にバイク乗ったらしくて、あ、493来た。はいはい、皆さん明けましておめでとうございますだね、これ今年もよろしくお願いしますと言ってますお、近くまで走ってきました。どこだろう、 ありそうな、なさそうな。お、楽しみだ。なんか近くなってくればお腹が減ってくる感じがするね。あ、これか、着いた、到着。おうおうおう、なんか雰囲気あるね、うん、到着です。お店に到着しました。ヤマメさんです。キスのフライとかあったもんね。決まったら、はい、お呼びします。さあ何しようかね。エビフライ、エビフライ、カキフライ、お作り。里芋さん、昨日何食べたんでしたっけ？俺、昨日、お刺身盛り合わせだった。じゃあ、お作り御膳ですか、また。まあ、ありがたい話だよね、なかなか。エビフライ、あとキスフライがさっきあった。ヤマメっていう魚の名前で、ズワイガニってなんか、いいね。ヤマメ御膳。ヒレカツかな。そうね、昨日刺身だもんね。ミックスフライ、あ、ミックスフライにしよう。はい、このお店、ヤマメさんは、蒲郡のもう老舗中の老舗ですね。すごいね、お母さんこれ。ありがとうございます。すごい。あとまたご飯ね、あの、いくらおかわりできる。ありがとうございます。すごい。あ、ミックス来た。よ。はい。ありがとうございます。気合入れちゃう。気合入れちゃう。はい、お母さん、すごいね、これ。わぁ。到着ミックスまで、すっげえな、めちゃくちゃ迫力ある。エビ2本ついてるじゃん。エビ2本ついてる。どういうこと？刺身もついて、蒲郡みかんかな。これはお味噌汁、ひじき、美味しそう。茶碗蒸し、ヒレカツ御膳、白米、ヒレカツ御膳ミックス、ミックス。いや、整ったんでいただきます。いただきます。見てください、この分厚さ。そしてこのでかいエビ、ここ愛知県だなって思うのは、普通これ多分ソースなんでしょうけど、ここ愛知県はだいたい味噌で食べるんで、味噌が普通についてきます。今食べ終わりました。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、今ヤマメさんで、昼食をとって今出たところです。さあ493とちょっと軽くツーリングして帰ろうかなと思うんですけど、せっかくなんで、このまま一回ガマフォルニアに493ガイドのもと行ってみたいと思います。
い、今ちょっと旧道に入って目の前に海が広がってます。あるんだね、こういう景色のいい通りが。知らなかった、道が分かるか分からんかみたいな。ちょっと散策おお、こんな海沿いの道があるんだね、知らなかった。すごい、ほら、おお、めちゃくちゃいい景色っすね。風がないから気持ちがいいね、暖かいし。到着したそうです。ハズフォルニアに到着です。ハズフォルニア、焚き火。こんにちは、動画って撮っても大丈夫ですか？ビーチハウスさんですか？こんにちは。コーヒーいただこうかな。はい。すごい薪ストーブがあるんだね。DJ ブースもある。何コーヒーがありますか？はい。カフェオレにしよう。ホットのカフェオレ。あと普通のホットください。自家焙煎されてるコーヒー屋さんのようで、目の前にはこうね、ハズのビーチが広がって、今冬だからですけど、夏だったらきっと海水浴しつつコーヒー飲みつつみたいな盛り上がりそうな店内ですね。カフェオレ来ました。目の前が海で店があって気持ちよさそうですね。さてばい、一服したんでじゃあ戻りましょうかね、493。はい、じゃあお願いします。あ、でも確かにすごい景色、三河湾を一望できますね。うん、じゃあ、町の方に向かいましょう。珍しく三河線の踏切に捕まりました、はい、この辺の地元の人曰く三河の江ノ電って言ってるそうです。三河電、昔1回だけ乗ったことありますね。新安城から西尾の方に南に向かう電車なんですけど、あ、来ました。あ、いいですね。あの電車でも昔からあるよね、この名鉄。そうだよね。雰囲気あります。はい、といった感じの、493との新年さ初のツーリングでした。じゃあ、今日は山見の食堂で、昼飯、お昼ご飯を食堂で、カミカミなのが出る。なんかね、最近閉まらないんだよね。よし、気を引き締めてテイク3ぐらいだね。はい、今日新年一発目のツーリングは493とのランチツーリングでした。食堂山目さんでね、山目さんで定食食べて、ハズフォルニアでコーヒー飲んで、とても優雅な一日でした。はい、まあ、今年もいろいろあっちこっちみんなで走り行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。といった感じの本日の里帰りでございました。では峠を越えて岡崎に戻りたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。